こんにちは、速稼塾の方です。今日も暗号通貨についてちょっと話していこうかと思います。私がリップルを手放した直後からリップルは値下がりを始めましたけども、これは単なる偶然です。ですからあんまり考えないでください。で、イーサリアムなんですよね。そこから私イーサリアムに意識を向けたわけですけども、仕込みはついにというかとっくに終わってるんですよ。最安値で買った時っていうのも2万円台で私買ってますし、それからね、最後の仕込みと思って20万円になる前に目一方ね、目一方買っておいたわけですよ。まあ、20万円になってから買い増し分っていうのはそんなにたくさんはないですけどね、やっぱりこう2万円台で拾えたのが主なんですけども、で現在、100万円に向かうよといったイーサリアムは42万人になってますね、今ね。だから、50万突破して100万に向かうルートはずっと見えてはいたんですけども、ちょっとね、私が思ったよりも早かったですね、これはね。だからイーサリアムを、私がね、仕込むことを、まあ、進めたわけではないんですけども、でも結果そうですよね。ビットコインも100万円を超えるまでにどんどん仕込みましょうってことを3ヶ月ぐらい連絡していて、今この価格ですからね。で、イーサリアムも3ヶ月とは言わないですけども、1ヶ月くらいずっとね、イーサリアムは20万円を超えるまでに仕込むことっていうふうにお話していて、まあ今こうなってるということで、リップルに関しましては、よく分かんなかったですけどね。リップルはなんかもう一回来るだろうみたいなね、あやふやな目的で買ってたんですけどね。それから買った後でいろんなリップルの騒動を知ったってことなんで、私はリップルの利益は完全に偶然です。で、あとね、リップルを決済したのがもったいないっていう方もいらっしゃいますけども、私リップル の目標利益決めてましたんで、それをオーバーしたら別に決済するでしょ、それは。で、そこで利益確定してリスクのゼロで利益確定っていうことにしておかないと他の計画狂っちゃいますからね。で、リップルのあと利益が全然なくたってね、私は他のまだ大量保有の暗号通貨ありますんでね、イーサリアム、ビットコインと、それからあと驚愕に勤めてるのはエーダですね、これね。エーダも今いくらなんだろう、今日の時点で176円ですか、これ190円来ましたね。ですので、これ200円を超えたらもう一回ブレイクポイントに入るんじゃないかなって思ってますね。ということでね、もう私ずっと仕込みは終わってますんで、あと決済するためだけなんですよ、この放送っていうのは。で、その決済も自分の目標利益に行ったら決済するっていうのは基本的に決めてるんですよ。深追いはしないって感じです。それから自分に過ぎた余剰資金は持てないとも思ってます。ですのでね、リップルを決済した時にもったいないとかね、これからこういうイベントがあるのにっていう方いらっしゃいましたけども、そこを狙うほどの力量が私はありませんので、そこまで天才でもなんでもないんでね、ある方が書いてましたけど、バカじゃねえかっていうふうにね、今リップルなんてバカじゃねえかって書いてましたけど、それでいいんですよ。バカだけども、多分まあ自分の人生に困らないお金はこれで確保したということでね、一歩一歩進んでおります。バカで上等でございます。私はもうどういう誹謗中傷を受けようと、自分の世界がハッピーなら全く問題ないですからね。だから人に迷惑をかけるようなことはしないようにしておこうかと思いますので、この放送を通じてなんかね、ここからなんか買ったらいいですよみたいな進め方はしないんですよ。要するに私にアフィリエイト報酬が入るようなそのセールスのための動画っていうのはね、トントン取ってないと思うんですよ。私もアフィリエイターだったんで、やればね、ものすごく儲かると思うんですけども、そういうもんではなくて、私は自分がいいと思ったものを買って、ここだと思ったタイミングで手放して、結果儲かったでしょ、儲かんないでしょって話をしているだけなんですよね。まあ、ですので、私自身の日記みたいなもんですね、この暗号通貨ニュースも。まあ、参考になるところがあったら幸いでございますけども、まあ、おかげさまで今日はリップル42万1000円ですか、こちらの方を突破して50万ドル、100万ドルに向かうんじゃないかなっていうふうな予感をね、感じさせてますね。皆さんも暗号通貨仕込み時を今やるのか、それとももう遅いと見るのか、これ難しいですね。それはね、全体資金がいくらかにもよるんですよ。全体資金が山ほどあったら今からでも遅くないんですけども、もうすでにお金がカツカツの方は今から仕込んだらものすごいリスク高いですから、そこはね、総資産との相対関係になってますんで、もし難しいなってことでしたら、ご相談いただければね、回答しないことはないんですけども、ただ正解を回答するわけではないですからね。私なりの見解、そして明日には変更になるかもしれないっていうふうな意見をお話しさせてもらいます。当然ですよね、状況の変化に合わせて決断を変えていかないといけないわけですから。初志貫徹っていうのは、昔の時間の流れが遅い時代には良かったんですけども、今にはそぐわないですから、やっぱりね、朝令暮改をもっともっと持っていかないといけないですよね。さっき言ったことをすぐに覆すみたいなことを繰り返していくのが投資の見極めだと思いますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは。